リムシニ1世は、ラルサ王朝の最後の王。この時代のメソポタミアの王の多くと同じく、彼もアムル系の称号を持っている。しかし、彼の父の出自は、エラム系であり、どのような経緯でアムルの父を称するようになったのかは議論のあるところで、ある。優れた王であり、60年余りにもわたって君臨し、南部メソポタミアを支配したが、 バビロンの王ハンムラビと戦って敗れ王国は滅亡した。クドゥルマブクの息子として生まれ、兄のアラードシンの後を継いでダルサ王となった。その即位時には、まだ父クドゥルマブクは存命であり、彼が実質的な支配者としてダルサを支配した。紀元前1815年頃、クドゥルマブクが死去したことによって、単独の支配者として君臨することになる。彼は、 単独統治を始めて間もなく、バビロンの王信ムバリ島を破って国境を北に押し上げ、またウルク氏を併合してペルシアガン地帯を制圧した。これによってラルサは紀元前18世紀に入るまでに南部メソポタミアにおいて最大の国家となった。彼がその生涯最大の勝利として記録しているのが紀元前1794年の維新王。 ダミクイリッシュに対する勝利である。100年以上にわたり、メソポタミアの派遣をめぐって争った維新を完全に併合することに成功したことは、解挙として受け止められ、リムシン一世にとって最大の栄光となった。リムシン一世の地下で拡大を続けたラルサ王国だったが、バビロンでハンムラビが即位すると防政に回るようになった。ハンムラビは、 北部メソポタミアで最強の勢力を誇ったアッシリアのシャムシ、アダド一世の支持を得て、基盤を固め、南方に領土拡大を図った。紀元前1785年の戦いで、維新し、ウル氏、ウルク氏はハンムラビによって攻略され、ラルサはこれらへの支配権を失った。紀元前1781年にアッシリア王シャムシ、アダド一世が死ぬと、 アッシリアは芝叩く間に弱体化し、マリ王国の復活やエシュヌンナの拡大などを経て、メソポタミアには十分強力な王はいない状態となった。ハンムラビはマリオ王、ジムリリムとの同盟関係を通じて、兵力を手に入れ、エシュヌンナやアッシリアなど周辺国との戦いに勝利し、ラルサへも圧迫を加えていた。リム氏に一世はハンムラビに対して同盟の申し入れを行ったが、 ハンムラビはこれに対し明確な回答を返さなかった。紀元前1763年、ラルサ市はバビロン軍の攻撃を受けて陥落した。この時の戦いがどのようにして始まり、どのような経過をたどってバビロンが勝利したのかは分かっていない。独立国としてのラルサの歴史はこれによって終焉したが、ハンムラビ王はラルサ市を南部メソポタミア支配の拠点として、 さらに拡大したため、ラルサ氏自体はその後も、しばらくの間、繁栄を続けた。リムシン一世一世下では活発な運河の建設と農地の新規拡大が行われたことが知られている。これは、シュメール時代以来の灌漑農業の結果、既存の農地の塩類集積が進行して塩害が拡大しており、農業生産性が低下していたことに対応したものと考えられる。 彼の農業政策は彼を打倒した、ハンムラビの知性にも受け継がれることになった。ありがとうございます。